何やら私の預かり知らぬところで、チェンソーマンの声優がリークされては世間をシコシコと騒がせていたそうじゃないですか。調べてみるとどうやら、日本人なのか外国人なのかようわからんツイッターアカウントが、チェンソーマンの声優を記した資料を晒し上げていたのだとか、信憑性は定かではないので公には言えませんが、配役を見た感じ、ああ、悪くない、とシンプルに感じてしまった傍ら、何やら大事にしていたワクワクが消失してしまったような喪失感に駆られてしまったわけなのですが、気になる方は自己責任で調べてみてください。でもまあ、何はともあれ感染非公式のリーク情報ということですので、我々からしてみればそのリーク情報がマジモンの情報漏洩なのか、はたまた根も葉もないデマ情報だったのか、どうしても気になるところだと思います。というわけで今回は、過去にあった声優やアニメやらのリーク騒動について、面白い事例がいくつかございましたので、お話ししていきたいと思います。それではまずこれ、スパイファミリー、思いがけない形でリークされる。今でこそアニメ化が発表され、もうすぐ江口拓也演じるロイド・フォージャー以外の声優さんも、ジャンフェスにて公開される予定のスパイファミリーではありますが、どうやら2022年のアニメ化が公式に発表される、5ヶ月も前から、アニメ化するぞという情報がリークされていたのだそうです。詳細をお話ししますと、ことが起きたのは今年の6月10日、フラウというインタビュー記事にて、木村拓也さんと工藤静香さんとの間に育まれた魅惑のエンジェル、ココミさんが、アニメ映画で声優に初挑戦されたという名目で取り上げられました。そこでココミさんは、今ハマっているアニメは、という記者からの何気ない質問に対し、呪術廻戦や SKE8 を挙げていく中、来年、人気コミックからアニメ化される、スパイファミリーも楽しみです、と、公式でアナウンスされていない情報をさらっと打ち明けてしまったことで、話題となりました。当時は当然、アニメ化を裏付けるソースなんてどこにもなく、このインタビュー内容も記事の最後の最後に載せられていた情報だったことから、すぐにこのリークが広がることはありませんでしたが、名のある有名人が公言していること、後にこのコメントだけが削除されたことから、どうあがいても信憑性が増すばかりの結果となってしまったのだそうです。とまあ今となってみれば、リークしてしまった情報通りにスパイファミリーが放送されることから、芸能業界ではアニメ化が秘密情報でありながらも、どこかしらから漏れちゃってるもんなんだなぁ、ということを想起してしまうそんな情報漏洩騒動。今回の問題点である出現してしまったこと、出現したことに対して周りが気づかないほどに秘密情報が外部に溶け込んでしまっていること、そう受け取れてしまう問題が世間に露呈してしまったことは、この形骸化した死義務を改めるべく、我々は一度警鐘を鳴らすべきなのでやります、と、私が軍曹ならば苦言を呈することを保証する惨状であります。何はともあれ、本来死義務があるはずであろう情報をなぜココミさんが知っているのか、ということだったり、編集者や周りの注意一つで抑えられた初歩的なミスを見過ごしてしまったことに対し、一部ではしっかりしろと反感を買ってしまったのだとか、でもまあ初歩的なミスとはいえ、普通の人ならまずわからないですよね、こんなん。業界側からのうっかりが招いてしまった、見ようによってはうっかりじゃ済まない珍しいリーク騒動なのでした。次、ジョジョ6部、キービジュアルと声優リーク騒動。ジョジョ6部といえば今年の12月、ネトフリにて先行配信されることは皆さん周知の事実だとは思いますが、どうやらこのジョジョ6部にも、何者かの手によってリークされた過去があったのだそうです。一体全体どのような経緯があったのかと言いますと、時は2020年の9月、ツイッターにて、新しくジョジョのドメインがワーナーブラザーズ名義で登録されたことを、海外のファンが見つけ出し話題になりました。ドメインっていうのはサイトを作るために必要なやつですね。さらに、今までジョジョに関わってきたアニメーターらが、ジョジョ6部決定を匂わす発言をつぶやいていたという情報が舞い込んだことにより、信憑性がますます高まっていくようになります。それから約7ヶ月後の2021年4月、公式が正式に6部のアニメ制作を発表したことで、見事リークが的中したのだと言います。そんでもって今度は別の海外2期が声優の情報をリーク。声優陣が発表されたのが8月の8日なのに対し、彼はその2日前の6日にキービジュアルを添えてキャストをいち早く公開したのだと言います。一体全体どっからそんな情報持ってくるんって話ですが、じゃあその情報に整合性があったのかと言いますと、完全に一致していたのだとか、ザルヤンケ、私のスポンジみたいな脳みそで考えられることとすれば、制作サイドのセキュリティに慢性的な脆弱性が生じてしまっているのか、はたまたクリエイターにユダが紛れ込んでいるのか、真相は神の溝知るといったところですね。次、高木さん3期、見切り発車してしまう。皆さんオタクならば大抵の方はご存知でありましょう。この作品、からかい上手の高木さんですが、こちら3期と映画決定の2つの情報を、公式発表の5日前に誤って開示してしまうというやらかしリークをしてしまい、ファンの間で話題となりました。どうやら小学館がやってしまったと言われているリーク騒動でして、詳細と言いますと時は今年の8月27日、小学館公式サイトにて、高木さん16巻の商品情報文、その冒頭に、本来ならまだ発表されていないはずの情報、3期と映画決定の文言が、墨括弧でドドンと表示されていたのだとか、小学館は翌日にその文を削除しましたが時すでに遅し、本来9月1日に発表されるはずだった情報を、5日も早く見切り発車してしまう、やらかしをしてしまったのだそうです。これリークしてしまったから公開を早めたっていう
意向とかあるんですかね。だとすればかなりやらかしてんなぁといったところですが、てなわけでアニメーションの世界では故意的に情報がリークされてる事案の他に、うっかり機密情報を漏らしてしまう茶目っ気のある漏れ方をしてしまうケースも多いのだなと感じた今日この頃、インターネットがますます盛んになり次から次へとリークされていく無法地帯にならないかが、今後懸念点として挙げられますが、実はアニメよりも、ゲームの方がリーク騒動は盛んに行われてしまっているとのこと、その中でも多分一番リークされているであろうポケモンでは、ソードシールドの情報漏洩が原因であの任天堂法務部が動き、裁判となったケースもあったのだとか、ということで次はポケモンについて、なかなか興味深いリークがございましたので、お話ししていきたいと思います。それではまずこれ、リークポケモン、大体ガセ、もともと海外製が日本の雑誌を装い作られたとされるこの画像たち、ところどころに Google 翻訳でもしたかのような文章が混じっていますが、同じ海外勢を騙すには十分すぎる役割を果たしているのだそうな。まあ普通に日本人にも引っかかるんですけどね。ぶっちゃけこの画像には騙されました。でもこのチーズバーガーだけは海外の人すら信じないと思う。ちなみに私がいっちゃんイケてると思ったガセポケはこれ、アローラに人権を剥奪されたプリンちゃんです。つんぎ、エイプリルフールにリーク。皆さんポケモンレッツゴーシリーズはご存知でしょうか。こちらも何やら紹介映像が公開される前からリーク情報が飛び交っていたのだそうで、どうやら公式発表する前にタイトルが割れて出花をくじかれた挙句、偽リーク画像だと鼻で笑われていた画像が実はガチのリーク画像だったことで、界隈に気まずい空間を作り出したのだとか。噂によりますと、どうやらこちらの画像は海外の4ちゃんという掲示板にてエイプリルフールの日に投稿されたんだとか。いや、エイプリルフールに何真実突きつけとんねん。最後、情報をリークした2名訴えられる。ポケモンソードシールドで起きてしまったリーク騒動なんだそうで、当時まだ未公開だった巨大マックス後の新しいポケモンの姿をネットに流出させたことが原因で公式から訴えられました。足取りをたどっていくと、どうやら海外の印刷会社に勤務する従業員とその友人がネットに情報を漏らしたのだそうで、この従業員はソードシールドの攻略本の内容を無断で撮影しては友人に見せ、友人は何を思ったのかその画像をネットに放り込んだのだとか。その後彼らは営業秘密情報の窃盗による損害賠償金として15万ドル、日本円にしておよそ1700万円もの大金を支払うこととなってしまったんだそうです。はい、てなわけで簡単にですがこれまでに起きてしまったリーク騒動についてまとめさせていただきました。最後の事案を聞けばわかる通り、公開されていない情報を無断でネットに垂れ流すことは営業秘密情報の窃盗で極めてよろしくない行為で、普通に裁判にかけられる罪です。今回タイトルとして挙げたチェンソーマンキャストのリークだって例外ではなく、サプライズを大切にしている制作会社やそれを期待するユーザーから驚きを奪っていることにつながります。特に最近のキャスト公開は話題性があり、イベントで集客を得られる催し物の一つになってきつつあります。チェンフェスのスパイファミリーなんかが異例なのかもしれませんね。知らんけど、ユーザーからしたらエンタメとして見られがちなリーク情報ではありますが、基本よろしくないことだという意識はみんなも持っておくようにしましょうね。あとめちゃめちゃ偏見だけど、やっぱりリークしてしまったから公開を早めようという動きってある気がするんですよね。これ以上リークされたら困るっていう思いもあるだろうし、ぜひ皆さんの感想もお聞かせいただければと思います。それでは今回の動画はここまで。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイ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 バーイ。